ポンちゃん、おはよう。おはよう。ポンちゃん。ポンちゃん。なんか、よいしょ。老名主。こんなにいっぱい座布団敷いて。老名主って言ってわかる人いるかな、最近。どうだろう。江戸時代の牢屋では一番力の強い人が座布団とか布団をみんな一人で独り占めしてましたよ。昭和もあったんじゃない、かもしれないね。なんかあったよね、最初の頃ね。そういう時代劇みたいなのでよくやってたよ、うん、ポンちゃん、牢名の主、はいはい。あ、ジンでもやってたね。そうか。うん、で、その偉い人が病気になっちゃって、うん、ああ、ポンちゃんをアップにするとピントが迷います、迷います。ポンちゃん、ポンちゃんくつろいでますか。ジャン君、ジャン君ももう寝る体勢ですね。ではおやすみなさい。